島の散歩。屋那覇島へ行く。振り返ると伊是名島。屋那覇島へは伊是名島から渡船に乗っていく。伊是名島の伊是名地区からほど近く、船で10分ほどでたどり着く。屋那覇島。屋那覇島は平らで平べったい島だけど、平べったいので水の便が良くなく耕作に適さない。なので無人島のままなのだ。屋那覇島に着いた。ちゃんとした港がないので、沖合に船を止め、島にはジャブジャブと波をかき分けて歩いていく。北側のビーチ。上陸した場所は屋那覇島の北側のビーチに到着した。美しいビーチ。とても白い砂浜がずっと続く。北側のビーチは青やシアンのグラデーションが美しい。満潮に近くて、さらに午前中はちょっと波が強めだった。パダンの程よい木陰もあって、暑い日差しから逃れることもできる。木陰に入って今来た伊是名島の方を見ながらぼーっとする。背後は悠久松が並ぶ景観があった。悠久松が並ぶ景観は対面の伊是名島の二見ヶ浦海岸に似ているかもしれない。沖合の島はクアミンクサシという無人島だ。その他、北西にはヒンプンクサシという縦岩をはじめ小さな岩島が並ぶ。波がザーッと押し寄せてきた。ちょっと油断してしまってズボンがだいぶ濡れてしまった。ヤシの実。時たま沖縄でヤシの実がビーチに流れ着いていることがある。沖縄はヤシの木の自生は少ないのに、どこから流れ着いたのだろうかと思う。伊是名。ぐるっと西回りに歩いていくと、南西の方角に変わった形をした島が見えてくる。平べったい島だけど、島の真ん中だけが尖った島。伊是名だ。島の中。島の中は東に抜ける道がある。こんがりココナッツ島のキャンプ地に抜けていく道だ。なぜか倒れていた道しるべ。さっきまでいた北側のビーチは伊是名島の見える浜と名付けられている。そうして琉球松の木々の間から青い海が見えてきた。この琉球松の向こうには穏やかで青い海がある。竜宮天神。雑草に覆われて建物や石碑などは確認できなかったけれど、竜宮天神という看板があった。
ここは神聖な場所なのだ。ここにはエビの養殖場ができる計画があった。けれど、計画は頓挫してしまった。そうして、この場所が売られるということになったのだ。北東の半島、林を抜けると、北東にある半島のようなところに出た。これは、セメントで加工された人工物。そう、港の鳩場だったようだ。鳩場の先に立って、伊是名島を望む。鳩場は、誰も使わないので、このように風化してしまい、過去の遺跡になってしまった。人工物が風化して自然のものと一体化した景観がある。鳩場の横は美しい海が広がっていた。東側のビーチ。そうして東側のビーチにたどり着いた。広いビーチが目の前に広がった。少し弓なりになっていて、北側のビーチに比べると波は穏やかだ。内湾のビーチは穏やかで心地よかった。水がとってもクリスタルで、光の模様がきれいだった。これは何だろう。人工的に切り取られたと思われる跡。その昔、伊是名島などから家に使用する石材をこの島から切り取っていたらしい。共和国こんがりココナッツ島。ビーチの先には昭和61年頃からこの島で共和国こんがりココナッツ島という無人島のキャンプが行われている。夏に全国から少年少女の希望者を募り、1週間から2週間程度のキャンプが行われていた。この島は少年少女の人生の糧となる、印象に残る夏の思い出となった人たちも多いという。2019年までは実施されていた。ただコロナ禍で2020年中止になってしまった。今後の運営はどうなるのだろうか。東のビーチの果て。そうして東のビーチをずっと南に歩いていく。ずっとずっと白砂ビーチが続いた。そうして見つけた洞窟。目の前をアダンのカーテンが覆う。とても暑かったので、洞窟の中はひんやり涼しかった。そうしてアダンの木。アダンの木にはアダンの実がたくさんなっていた。アダンの実が色づく最盛期は7月頃だ。そうして白砂はなくなり、岩場が広がった。石灰岩質の奇岩が点在する光景は沖縄らしい光景だ。北側のビーチに戻る。そうして北側のビーチへ戻った。真昼に近くなり、海の青さも
どんどん濃くなっていく。海を望むアダン。アダンの葉っぱは隙間だらけで雨よけにはならないが、風が通るのでアダンの木陰は心地よい。美しい海。誰もいない無人島ではこの贅沢な美しい景観が独り占めにできた。そうして迎えの船がやってきた。息と同じようにジャブジャブと波をかけ分けて船に戻っていく。